まあいい形で点が取れたし、まあ何よりチームが、はい、勝てたんで、まあ、少しは貢献できたかなと思います。まあ今年なかなか、ね、出れない時期もありましたけど、まあ前のポジションで出てる選手としては、まあ、やっぱり無得点でシーズン終わるっていうのはすごい恥ずかしい結果なんで、まあそういう不名誉な記録を作らずに済んだっていうのは安堵感はありますけど、まあ、ただ、1点じゃ足りないと思いますし、まあ、残りの4試合、まあ、少しでも多く、まあ、点に絡めるように、はい、やっていきたいなと思います。そうですね、やっぱり自分の、ね、チャントが聞こえてくるっていうのはすごい選手にとっては嬉しいし、やっぱり点取ってね、勝って試合終わって、うん、聞くそういうサポーターの声援とか、まあ、そういうチャントっていうのを、ね、聞ける瞬間が一番幸せだなと思うんで、まあ、ホームでまたそれを聞きたいですね。まあ、自分がね、あまりこう個人的に10番にすごい思い入れがあるかって言ったら、そういう、ね、昔からそうだったかって言われたらそうじゃないんですけど、まあ、もちろん責任ある番号ですし、うん、それに恥じないプレーをしなければいけないですけど、あの自分にできるプレーってすごい限られてて、あの、ね、ドリブルで何人も抜いてシュート決めるとか、まあ、そういうタイプでないっていうのは自分でも分かってるし、ただ本当にチームの一員としてチームのためにプレーするっていう、本当は自分を犠牲にしてチームが勝つためにプレーをするっていう、まあそれはもう、うん、一度も10番つけてプレーしている試合でそれを考えずにプレーしたことはないですし、本当にグランパスの勝利のためにプレーしているっていうのはね、チーム誰にも負けないと思ってる部分なんで、その皆さんが思う10番像っていうのに当てはまるかどうかはちょっと分からないんですけど、自分としてはね、本当にグランパスの10番を背負ってる以上はグランパスの勝利のために自分の 100% をピッチで注ぎ込むっていう、それはもうしてきたつもりですし、これからも続けてやっていきたいと思ってます。そうです、まあ J リーグの中に簡単に勝てるチームって一つもないですし、まあ自分たちよりも、ね、ランキングが今 下だからといって、あの勝てる、簡単に勝てると思ったら大間違いなんで、まずそういうところのメンタルの部分でしっかり受け身にならないんで、まあ新潟仙台と勝った試合のように、まあ、強いメンタルを持って、まあ、相手に向かっていくっていう、まあ、それができれば、うん、まあ、自分たちの方が上回ってると思ってクオリティをしっかり出せれば必ず勝てると思いますし、まあ、僕らにとってはまだ降格圏抜けたわけじゃないんで、勝ち続けなければいけないんで、うん、まあ、なんとしても本当勝ち点3ってそれだけです。まあ、引き分けでも負けでもダメだ。相手どうこうよりも自分たちがしっかりとしたプレーをして、ホームで勝ち点をしっかり3を取るっていう、まあ、それだけ考えてやりたいなと思います。いや、あの FC 東京戦からね、すごいスタジアムに入るまで あのバスでね、入る道もサポーターの方がすごい、ね、集まって劇を飛ばしてくれて、ね、アウェーにも多くのサポーターが足を運んでくれて、まあ、アウェーでは2勝できましたけど、まあ、FC 東京ガンバとまたちょっとホームで勝ち点3っていう勝利という試合をね、見せることができてないので、まあ本当それは選手全員あの悔しい思いでいっぱいなんで、まあ、福岡戦は何としても、ね、勝ち点3を取って、もう本当に1試合でも早くね、この降格圏を抜け出して残留を決めれるように、まあ、本当に正直に10月1日福岡戦が一番この4試合の中でも大事になってくる試合にはなると思うので、ここでも本当にもう一回勝てれば
十分残留できるチャンスは本当にあると思うので、まあ皆さんのねその力を借りてしっかりピッチで勝ち点差を取って、来てくれた皆さんと一緒に勝利を、分かち合いたいと思います。頑張ります。